はい、今回はですねクエスチョンに対するアンサー動画となりますけども、まあね、最近 AC アダプター関連をねやけに動画にしてましたんで、まあこういったダイレクトメールが届きました。 AC アダプター、まあ質問では USB AC アダプターだったんですけど、まあ純正品以外でも本当に大丈夫なのかというね質問が来ました。でこの手の問題は非常に答えにくいというか絶対的ではないんですよね。なので絶対大丈夫だとは絶対言えないということになります。まあ大抵普通は大丈夫だといった感じで 100% ということはまあないなという感じになります。うん。でそれで解決しちゃうわけにもいかないんで、ちょっとねその辺のまあ大丈夫じゃないかというね、大丈夫な理由とちょっとダメなんじゃないかなという理由をね両方やって、まあ天秤かけてもらって、まあライセンスじゃないね、純正品以外の AC アダプターをね使う使わないを判断してほしいかなと思います。うん、この手はね本当に理想を言うとね純正品がいいんですよ、どう見たって。ただ純正品がない、もう古くて壊れてしまった、なんか異様に熱を持つとかね、いろいろ症状が出てきます。特にファミコンなんかはね40年ぐらいそろそろなりますんで、いろいろ問題を抱えた AC アダプターが出てきますんでね、で代わりの AC アダプターをどうやって探してくるかと、これまあ前出したやつなんですけど、まあ自分これらを基準にして選定してますけど、まずねそのハード機械がどういったね電圧になっているのかいうものになります。まあそれに対する AC アダプターなんで、電圧は同じもので全く同じものがない場合も時にはあります。なのでまあプラスマイナス 1V ぐらいまでは個人的にはね許容としてます。できれば電圧は同じ方がいい。次、電流ですね。電流はまあ純正品に書いてある電流値と同じか、まあ大きければ特に問題ないです。これ大きいと壊れちゃうんじゃないかという人もまあいたんですけど、それは大丈夫ですね。回路の方で自動的にコントロールしてくれますんで、逆に小さい方はやばいですね、壊れてしまう可能性があります。で3番目、極性は重要ということで、まあ最近はほとんどがセンタープラスなんですけど、1980年代ぐらいまではちょっとねセンタープラス、センターマイナスっていうのが混ざってます。特にファミコン、PC エンジン、メガドライブまではね、センターマイナスで来てました。さらにメガドライブとか PC エンジンは、いろんなハードが出てますけど、センタープラスマイナスが入り混じってますんで、非常にそこは重要になります。間違うとハードが壊れることがありますからね。で次ですね、最後プラグのサイズもチェックしてます。まあサイズはね一致してないとそもそも刺さりませんのでね、刺さってもグラグラしてちゃったら意味がないのでね、なので内径と外径をしっかりとね把握して同じプラグのものをね買ってくるといった感じになります。まあそういったものを選んでば、まあ大抵間違いなく火吹いたりせずに今まで使ってきました。であとはね USB AC アダプターというのが最近ね主流というか、多くなってきました。でスイッチの AC アダプターみたいに AC アダプターからケーブルがねくっついちゃってればそんなに悩ましいことはないんですけど、AC アダプターがまあいわゆる Type-C のねコネクターになっていて、別途Type-C ケーブルを購入しなければいけないっていう場合は実はね要注意なんですよね。あ、うちにあるとかね、100均に安いのがあったみたいな、適当に買ってくると本来のパフォーマンスが全く出ないということになります。まあ実際100均でもねこのようにちゃんと、100W 対応とかね書いてあります。でこのねワフト数対応してないと、いくら AC アダプターの方が、まあ、100W で出していてもケーブルがね 60W までしか対応してないと、そんなに要するに 60W のパフォーマンスしか出ないとか、
なんかケーブルに問題が出ちゃうとかいろいろありますんで、だからそういった意味でこのケーブルもね実は重要です。なんとなくうちにタイプ C ケーブルあるわと思っても、本当にね本来の給電能力があるのか、下手するとまあ充電はできるけどあのデータが転送できないとかね、いろいろと未知のケーブルもいっぱい混ざってます。粗悪品もあります。もう充電だけでいいやということでついてくるケーブルもありますんで、ただ外面からはね全然わかんないんですよ。わかんないんで繋がないと、繋いで初めて、繋いでもわかんないかもしれない。まあそのぐらいね、まあケーブル難しいんですよね。だから最初買ってこれは 100W 対応してるぞというのをどっかに、ケーブルのどっかにね記しておかないとごちゃ混ぜになるともう訳がわかんなくなってしまいます。まあこの辺ね実はタイプ C ケーブル、ヨーロッパを中心にタイプ C で統一しようなんていう話も出てますけど、おそらくほとんどの人はタイプ C に種類があるなんて知らないんですよ、こんなのね。そんで、これで統一しちゃった結果ね、あれなんか充電できないぞとか、なんか熱持ってきたとかね、いろいろ出てきちゃうかもしれません。だからそういった意味で今一台にタイプ C ケーブルって言っても本当にね多岐にわたるんですよね。いや本当に難しいケーブルになってしまったなと思います。まあちょっと今回の趣旨とは関係ないので、この辺にしておきますけど、まあこういったねケーブルの種類も非常に大事であるということになります。なのでこのね USB AC アダプターの場合はこのケーブルもね一つ注意する必要があります。あの AC アダプターだけが対応してていいわけじゃなくて、ケーブルもしっかりとチェックしなきゃいけないかなと思います。あ、そうだそうだ、もう一つ思い出しました。まあ大丈夫だろうって言いましたけど、例えばスイッチの AC アダプターってタイプ C で出てますよね。で、まあ通常はタイプ C コネクタだからなんか充電できるのかなとプスッといろいろ刺すと思います。スイッチ以外にも通常はそういうことするなとは書いてあるんですけど、まあ普通わかんないから刺しちゃう人もいっぱい出てくると思うんですよね、家庭とかでね。で例えばまあ通常はそれでなんかなっちゃうってことはないんですけど、スイッチの AC アダプターの出力電圧って 15V と 5V のね2系統になってます。で例えばスマホをねタイプ C のスマホを充電しようとしたときにスマホ側のね要求が 9V だった場合は、まあ、残念ながら対応してないということになります。だから絶対にこう充電できんのかっていうと、ちゃんとこう出力電圧とかと要求されるねスマホ側、充電される側の要求の電圧が一致してないといけません。だから結構ね難しいんですよタイプ C って。だからまたさっきの話にぶり返しちゃうけど、タイプ C で統一しちゃうと、まあ多分ほとんどの人はコンセントの感覚で、今のね USB の AC アダプター使ってると思うんだけど、コンセントほど簡単なものではないなというのがね分かります。だから結構ね知識が必要だなというのが個人的な意見ですね。でまあ元も子もないんですが、基本は純正品とかライセンス品を使うのが良いと。ただどうしてもね純正品ライセンス品以外でも使いたいという要求がありますんで、先ほど言ったようなこういったものね代替品ですね、選ぶときにこのようなものをね自分はいつも基準にして見ています。まあおそらくこのぐらいで大丈夫だと思うんですよね。うん、でもそれも絶対じゃないかもしれませんので、まあ今までこれでね問題が発生したことはないですね。まあ未来を保証してるわけじゃありませんけどね。で純正品がいいと言いましたけど、一概にそうとは言えない場合もあるぞという話をねしてみたいと思いますが、最後に、例えばファミコンの AC アダプター初期のものはもう40年をね経過しようとしています。まあ AC アダプター40年っていうのはどうなんでしょうね。まあ場合によってはもう出力電圧が不安定になってきたりとかするものもあると聞きます。まあ要するに寿命なんですよ。
だからこういった場合はね、寿命なものを無理やり使ってるとまた発火したりとかね、トラブルの原因になるというのもありますので、一概に絶対純正品がいいのかっていうと、あまりに古いものは、代わりの AC アダプターの方が安定するということもあります。だから例えばファミコンね、でファミコンの AC アダプターはもうほんといっぱい互換機っていうのかな、出てます。でちゃんとこう実際に使ってみて使えるものをね、ライセンス品ではないんですけど、あのメーカーがねちゃんと設計して作ってますんで、まあ大丈夫だろうと思いますよ。なのでそういった意味では、あまりに古い AC アダプターは、純正品だから絶対いいというわけではないということを最後にね付け足しておきたいと思います。いかがだったでしょうか。なんだかんだアンサーだけで10分以上かかってしまいましたね。ということで、ではまた。